こんにちは、ゴルフスイングコンサルタントの吉田博一郎です。今回は AK レーシングが応援するトッププロゴルファーにプロの技を伝授してもらう AK レーシングゴルフレッスンです。今回はその中でもドライバー編をご紹介したいと思います。ドライバーショットはアマチュアの皆さんが飛ばしたり方向性を良くしたりということを非常に願っているクラブだと思います。その飛ばし、そして方向性のポイントを今回は日本ツアーでも活躍する木下稜介プロにご紹介いただきたいと思います。木下プロ、今回よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず早速なんですけれども、ドライバーを飛ばすためのポイント、ズバリどういったところにあるでしょうか。僕が一番、注意している点は、足踏みをして体重移動して打つということを意識してやってます。なるほど。左右に体を揺するというのではなく、足で上下に動くイメージでしょうかね。はい、そうです。なるほど。具体的にバックスイングからそしてダウンスイングまで体重移動、どういうイメージで行っているのか教えていただけますか。はい、テイクバックからはまず左に体重移動させます。で、右足のかかとを浮かすぐらい体重移動をさせて、踏み込むと同時に体重を右に移しながら体を回していきます。その時に左のかかとは浮いている状態です。で、ダウンスイングの時に左に体重移動しながら左のかかとを踏んで右足を蹴り上げていくっていう感じです。なるほど。まずは始動から体重移動をしっかり意識して、右足、はい、そしてダウンスイングでは左足に移動していくということが大事になるということなんですね。はいはい。まあ、いろいろ体重移動をする時の方法ってあると思うんですが、まあ、具体的にその足のどこら辺にこう体重をかけるとかっていうのはどういうイメージ持たれてますか。はい、やはりパワーを出さないといけないので、かかとではなくつま先です。お、なるほどです。はい、よくダッシュする時とか、はいはい、かかとにもちろん体重がかかってればダッシュはできないですし、はい、つま先にかかってるから力が出るんですけど、なるほどですね、ゴルフも非常に同じことが言えて、はい、かかとによく体重が残ってしまう方が多く見るんですけど、はい、そういうアドレスになってしまうとなかなかボール飛ばすのは難しくなってくると思います。なるほどですね。やはりつま先にしっかりかけるということですね。はい、まあ、地面の力、まあ、地面反力とも言いますけれども、そういった力を使うということですね。で、アマチュアのゴルファーはこの地面を使うとか足踏みをするっていうことがクラブヘッドスピードを上げるっていうイメージにつながらない方もいるんですよ。はい、で、どういったところで飛距離が伸びる要素につながってくるのか教えていただけますか。はい、よく地面反力、少し、まあ、難しい言葉にはなるんですけど、僕は地面反力イコール膝の使い方が非常に大事になってくると思います。テイクバックからダウンスイングで若干やっぱり膝を曲げる、はい、そしてフォロースルーに向かって膝を伸ばしながら回転して、膝を伸ばしながらヘッドスピードを上げていくっていう。なるほどですね。はい、具体的に言うと、やはりバックスイングの時には足を使うことでヘッドスピードといいますか、クラブの動きは速くなりますよね。そうですね、体重移動を大きくすることでノーマルのスイングよりはテイクバックを加速できるので、その分大きくためが生まれて飛ばしやすい形になると思います。なるほど。勢いが出るということですね。はい、この時に体もしっかり回していく必要ありますよね。そうですね、よくアマチュアの方は体重移動しましょうというと、こう横に動いてしまって、はい、そうですね、胸が動かずに手だけがこう上がる感じになるので、はいはい、これじゃあこうためが生まれないです、はい、一番大事なのは体重移動しながらしっかり胸をグッと回転させていくということですね。はい、アマチュアゴルファーはこの切り返しのタイミングであったり、どのようにイメージしたらいいのかというのは分かりづらいんですけれども、はい、どういったところを気をつければいいでしょうか。そうですね、テイクバックで左のかかとをしっかり上げる、で、下ろすタイミングで、フォローを出していく、はい、っていう感じですね。なるほど。この左足のヒールアップ、はい、ヒールダウンのタイミングでしっかりとタイミングを取っていくということですね。はい、
ここで先ほどの足踏みをしているとそのタイミングがだんだん分かってくるということなんですよね。やはりアドレスで固まってしまうと、なかなか動き出しが動きにくいので、まずしっかり左に乗る。で、動き出すとテイクバックも非常に動かしやすくなると思うんで、うん、左の右のかかとを踏んで上げていく。で、ダウンで左のかかとを踏んで下ろしていく。ってなるとタイミングが非常に取りやすいのかなと思います。まあ、足踏みを大きく意識をするドリルなんですけど、まあ、連続素振りですね。肩から肩までの連続素振りなんですけど、その時にしっかり足を上げて足踏みしていくドリルです。テイクバックでしっかり左かかとを上げる、左かかとを踏むと同時に右かかとを上げる、右かかとを踏んで左かかと、テイクバックをする。この繰り返しをすることで自然にヘッドスピードは、スイングアークが大きくなってヘッドスピードは上がってくると思います。ドライバーでは飛距離出すということはもちろんなんですけれども、これまっすぐ行かなかったら意味がないですよね。 OB 行ってしまうと意味がないということで、この飛距離と方向性、この両立がしたいんですけれども、これ贅沢な悩みですかね。かなり贅沢な悩みです。そうです、はい。まあ、それをなんとか今回教えていただきたいんですけれども、はい、ポイント、方向性をまっすぐ行かせるポイント、どういったところにありますか。はい、僕たちプロゴルファーもやはり遠くに飛ばしてまっすぐ行くっていうことを常に、模索しながら練習してるんですけど、僕がまあ試合で一番意識している点が、まあ、いくつかありまして、まあ、その一つはトップから腹筋と腕をつなげるということです。面白い表現ですね。はい、少しこう表現の仕方が非常に難しいんですけど、アマチュアの方がこうよく飛ばそうとすると、体から腕がこうずれるというか外れてしまうので、こうなるとやっぱ振り遅れで球が捕まらなくなる。そうですね、はい、はい、飛距離につながります。体が先行してしまいますね。はい、また逆にここから腕だけが来てしまうとアウトサイドから入って左に GP みたいな感じになるので、はい、いわゆる手打ちのような状態になる、ね、そうですね、はい、このダウンで腹筋を僕はかなり力を入れながら振ってるんですけ ど、この腹筋を腕までこう行き渡らせるというか。なるほど、体の一部になっているというイメージですかね。そうですね、腕までつながっていると、はい、うん、その意識で腹筋に力を入れながらフィニッシュまで振ることで、うん、ここのズレがなくなるので、はい、曲がり幅は格段に少なくなると思います。体の動きに腕が同調するということで、バラバラに動かない、はい、手だけで動くこともないし遅れることもないということですね、はい。トップから腹筋をしっかり力入れて、腕と胸が同調するように下ろす意識をしています。この時に結構腹筋の力の入れ具合なんですけど、僕はかなり力を入れてます。腕に力を入れてしまうと手だけが先行しますし、腹筋力が抜けすぎると腕が遅れて振り遅れになるので、他もかなり腹筋に力を入れて、ぐーっとインパクトフォローまで腹筋と腕をつなげるイメージです。腹筋に力を入れて下ろす、かなり腹筋に力を入れてます。実際に打たれる前に素振りをしたり、それともシャドースイングをしたりとか、まあ、そういった練習はされますか。はい、僕のルーティーンは打つ前にこう素振りを2回するんですけど、はい、その時に実は軽く振ってるように見えるんですけど、かなり腹筋に力を入れて腕と体が同調するイメージで2回素振りします。なるほどですね、はい、その時は方向性を良くしたいということも含まれているということですね、はいはい。ちなみに飛ばしたいときはそのルーティーンはもう少し何か変化があるんでしょうか。
はい、フルスピードスイングの大きさを変えます。飛ばしたいときはスイングワークが大きくなって、はい、スピードもすごい速くなります。はい、じゃあ今度ツアーで早く大きく素振りをしてたら、これはこのホールは飛ばしに来てるなということがギャラリーの方も分かるわけですね。そうですね、結構そこのオンとオフの切り替えがはっきりしているので、もし気づかれる方がおられるかもしれないです。なるほど、はい、やはりアマチュアの方だとボールを目の前にして急にスピードを上げたくなってしまうんですけれども、その前の段階ですね、素振りでしっかりとイメージを作るということが大事ということなんですね。そうですね、はい、さらにこの腹筋のポイント以外にも何かもう一つ方向性を良くするためのポイントってありますか？はい、右の肘の使い方が非常に大切になってくると思います、はい、よく飛ばそうとしたりすると右の肘がこう上がって、そうですね、右脇が空いてしまったりするんですけど、力入りますよね。これはやっぱりこうスイングのロスにつながるので、この右肘とこの体の距離感をあまり変えずに振っていきたいです。なるほどですね、はい、これは先ほどの腹筋とも連動しつつ右肘も気をつけていただくともう完璧ですよと。そうですね、いうことですよね。やはり力が入りすぎるとダウンスイングでこうキャストしてしまったり、はい、キャストしすぎるともちろんミート率も低くなってしまいますね、しまいますし球も曲がりやすくなるので、はい、常にこの角度、右肘の角度を保ったままインパクトできるように。今回はドライバーの飛距離と方向性をアップするということを木下プロに教わったんですけれども、非常に参考になりました。アマチュアの方もこのポイントを、ね、しっかりと学ぶことで飛距離アップ、方向性良くなると思うんですけれども、最後に一言木下プロからメッセージいただけますでしょうか？はい、ドライバー非常に距離も出ますし、球技でこんなに遠くに飛ばせる楽しいクラブはないと思うので、ぜひ、今日私が言わせてもらったことを意識して練習して、少しでも飛距離アップにつながれば僕は嬉しいんで頑張ってください。そうですね、やっぱりドライバーで、ね、しっかり飛ばすというのは気持ちいいですもんね。そうですね、はい、ぜひ木下プロのポイントを実行していただきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。